ばんは、バードマンです。新しいギターを購入しました。さあ、というわけでですね、TMP さんでギターを購入してきましたというか、作っていただきました。TMP の松下さん、ありがとうございます。というわけでですね、僕はもうテレサがあるので、テレサがあるから、その新しいね、ギターをね、なんか作らなきゃいけない。なんかこう、必要に駆られてるってわけではなかったんで、作ることはないかなと思っていたんですが、このね、ボディ材が届いて、このボディ材がすごく良かったんで、ああ、こういうコンセプトだったら作ってもらいたいなって気持ちが湧いてきてしまって、思わず、今年の2月ぐらいにですね、注文してしまいました。まあそこら辺のコンセプトもこう、含めながらですね、ちょっといろいろ説明していきたいと思いますが、まあどんな仕様になってるかというとですね、五等星のロックペグ、そしてヤギのですね、でっかいゴートホーンですね。しかも、こう、何ていうの?ネックまで届いている、このナットの切り方ですね。で、指板材は、ドマサメでしょ?まっすぐ目が通ってるでしょ?それで、裏は、板目というやつですね。板目。こう、板目がね、やっぱりね、ネックは強くって、僕はね、ほとんどのギターが板目のやつを選んでいます。で、パイン材で作られたボディですね。このパイン材がね、こんなに綺麗なパイン材が、なかなかね、手に入らないということで、まあ、いい出会いだったなと思って、作ってしまいました。そして、TMP さんお得意のですね、ローカットボリュームがついていて、トーンとワンボリューム、3ポイントスイッチ、TMP さんのオリジナルピックアップ、こっちはクライを処理したですね、もう本当に TMP さんも、あと2個しか在庫持ってないという貴重なものですね。こうやればわかるかな。窒光のポジションマークですね。窒光のポジションマークが入れられてます。それではですね、早速このギターのですね、サウンドを聴いていただこうかなと思いますが、フロント、センター、リアとですね、切り替えながら演奏したいと思います。曲はですね、キュリアスリー、ツイステッドソウルという僕の曲を使って演奏してみたいと思いますが、なんせまだ若者なので、まあ、若者っていうか、まあ、出来たてほやほやの赤ちゃんなんでですね、生温かい目で見ていただけたら嬉しいかなと。
でライブ途中まで聞いていただきました。ありがとうございました。バリバリのすごい音色でしょ。なんでライブ途中までしか見せないかって、その先はもしかしたら間違えたのかもしれませんね。というわけでですね、まあその先の想像はご想像にお任せしますが、僕にとってはバリバリ、なんかバリバリバリっとしたね、めちゃくちゃ太い音ですごい気に入っています。これがねもっと鳴るようになってきたらすごいんだろうなという期待をしています。今でもすごいのに。そう、うん、本当ね、 PMB さんすごいギターを作ってくださいました。ありがとうございました。というわけでですね、まあなぜこのギターを手に入れたか、そして TMP さんにお願いするかというところなんですけども、まああの細かいところにね気が利いてるんですよ。やっぱりこれはですね、一般的なギターではちょっと再現しにくいかなというか、まあ作れないかなというところですね。例えばこのネックはですね、シェラクニスっていうですね、特殊な、それこそバイオリンとかに塗られてるような全然振動、鳴りをですね殺さない塗装が塗ってあったりとか。このね、このネックの形状がですね、もうね、持った瞬間、あ、ずっと弾いてきたんじゃないかなっていうぐらいの形状なんですよ。僕のためにあるようなネックになっているっていうことですね。ここら辺がね、やっぱすごいところですよね。やっぱり長年の経験でいろんなプロミューションを見てこられてるので、この方がいいだろうっていう、そのアイデアがいっぱい詰まってるわけですね、この形状にも。まあ、それがやっぱ圧倒的に違うかなと思いますね。あと、例えばこれメイプル指板なんで、指板上もですね、塗装するんですよ。するんですけど、実はですね、マット仕上げになってます。マット仕上げ。普通はツルツルピカピカに磨き上げるんですけど、そうしてしまうと、やはり僕みたいに、こうやってね、ローズウッドを使う、このね、黒い指板をよく弾いている人にとってはですね、なんかね、やたらとね、塗装が引っかかって、弾きにくくなるんですね。なので、マット塗装にして、いわゆるローズウッドの指板を弾いてるのとあまり変わらなくしてくれてるんですよ。こういうのもありがたいですよね。あとですね、このボディの厚さ気にならないでしょ。このボディの厚さよくわかんないですよね。パッと見てもあんまりよくわかんないかもしれない。そう、実はですね、ちょっと薄く作ってあります。やっぱりその木材によって重さとか質量違うので、やっぱりベストなサウンドを叩き出すためにですね、ちょっとだけ、いわゆるフェンダーカスタムっていう、カスタムっていうね、バインディングがしてあるテレキャスターなんですけども、カスタムでよくある 43mm というですね、ちょっと薄めになっていますね。あとはですね、やっぱりこのブリッジとかも見てもらえばわかりますが、ね、いいパーツと組み合わせなんですよ。このね、サドルは五等製のブラスですね。このプレートはフェンダー製のプレートなんですよ。ただの鉄の板に見えるでしょ。でもこれもね、ちゃんと考えられて、そしてすごく硬い鉄を使ってたりするわけです。そういういいサウンドのものを組み合わせれるっていうのがですね、カスタムメイドのいいところでしょうね。そしてこのピックアップはですね、クライオ処理された。クライオ処理っていうのはですね、なんかね、液体窒素みたいなところにね、つけるのかな、わからないけど、音の伝達率が良くなるという処理がされたピックアップを使っていただいてたり、それとですね、フレットはですね、ミディアムフレットが売ってあるんです。背の低いフレットですね。背が低い小さなフレット打てば打つほど、このね、素材、ボディの素材の、旨味が出てくるということでですね、背の低い、フレットが打ってありますが、全然ですね、作りがいいのでジャンプフレットのように発音がいいんですね。そう。なので、まあ、こういうところが、まあ、カスタムメイドじゃないとできないところかな、というところですね。そして、極めつけはですね、この TMB さんのネックですよね。ネック。この100年ネックと言われているネックなんですけども、トラスロットの入れ方が、普通のギターの作り方とはちょっと違って、トラスロット入れて、指板を貼って終わりじゃなくてですね、トラスロットを入れて、その上にもう完全密封するような木材を入れて、そして指板を張っている。もう中は真空状態っていう状態ですね。もう全然空気が入ってないっていう状況になっているので、木材の音がするでしょ、普通にね。でも、これって、一般的なネックを叩くとですね、ポク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 っていうね、なんか、中が空洞のような音がするやつがあるんですよ。そう。でも、やっぱり完全にですね、もう密封されているので、ボディを叩いた時と同じような音がします。こういうところがですね、まあ、すごいこだわって作ってらっしゃるところですね。弾いてみると肌感でわかりますね。あ、普通のギターじゃないなって感じはやっぱりします。はい。ここら辺を僕は信頼してるところですね。というわけで、新しいこのテレキャスターのですね、ご紹介でございました。このギターができる様をですね、実は YouTuber としては、追いかけていきたいなと思ってたんですね。ができたらネックの撮影に行って、ボディができたらボディの撮影に行ってみたいな感じでしたかったんですけども、やっぱり他のギターね、他のご依頼主様のですね、ギターのツボとかもあるのでということでですね、そちらは断られてしまったんですが、TMP の松下さんからですね、できるたびに何かが終わるたびにですね、写真が送られてきました。そこにですね、ちょっとナレーションをつけて説明しながらですね、皆さんに見ていただけたらなと思います。ぜひ、オーダーギターというものにですね、興味がある方は、この後も見てみてください。
ここからはですね、ナレーションで進めていきたいと思いますが、このボディが TMP に届いておすすめされたのが2月8日でした。マジでそのトラスロットを仕込もうか仕込む前がこの音してたでしょ、はい、だから隙間がないからすごいっすね。同じ音音でこの木琴のようになるネック、これもちょうどいいタイミングでありましたんで、オーダーを決めたのが3月28日のことでございました。4月1日にはですね、指板を選ばせてもらえるということで、見せてもらいに行きました。手前のが僕の指板ですね。そしてネックも形が少し整ったということで見せていただきました。4月15日にはもうテレキャスターのネックですねっていう形に整っておりましたね。4月18日にはポジションマークが入れられました。12フレットが3ドットになっているのが TMP さんの特徴ですね。TMP さんのヘッドはですね、実は普通のストラトやテレキャスターと違って角度がついてるんです。スロープヘッドと言いますが、4月30日にはできておりましたね。5月18日には塗装が始まりました。1枚目のこの写真はですね、実は思ったより濃く塗れてしまったようで、2枚目のようにですね、明るく塗り直してもらったようです。6月11日にはトラスロットの埋め込みが行われました。見てください。トラスロットの溝がですね、しっかりと木材で蓋されているのが見てわかるかと思います。こうすることによってですね、中で菌が湧いたりすることも防げるわけですね。この日にはボディも完全硬化して出来上がっていたようです。ここから2ヶ月ほど時が経ちまして、8月の9日にはですね、サイドポジションマークが入れられ、8月の15日にはフレッティングされたようです。そして見てください。この痛め、もう真ん中を捉えたですね、痛めのネック。これがですね、非常に強いんですよ。そしてもともとこういうブラックガードのテレキャスターを考えていたんですが、末松さんのテレサのことも考えて、こっちの方がいいんじゃないかという提案がありました。8月20日になりました。もうそろそろ完成というところですね。シェラックニスというですね、特殊なニスをですね、もう何百回と塗って、何百回と乾かしてっていうのを繰り返してもらっている様子でございます。8月21日には仮にパーツを乗せた姿をですね、写真撮っていただき、22日にはですね、電装系をやっていただいたようです。導電塗料が塗られていること、そして特殊なパーツでですね、組まれていることも見て取れるかなと思います。このローカットボリュームがすごいんですよ。そして最後にフェンダーのブリッジが届きまして、TMP 特製のフロントピックアップも付けられまして、完成となりました。というわけで、巨匠 TMP 松下さんに作っていただきました。半年かけて作っていただきましたテレキャスターのご紹介でございました。 TMP さんに興味がある方は概要欄の方からぜひチェックしてみてください。そしてこのビデオが気に入りましたら、ぜひチャンネル登録、コメント、高評価ぜひよろしくお願いします。そして SNS もやっておりますので、フォロー、そしてコメントなどもですね、ぜひどしどし、募集しておりますのでよろしくお願いいたします。それではまた。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。